どうもこんにちは、黒ネタです。ペーパーマリオ折り紙キング続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回は温泉巡りをしてクッパジュニアが復活となりました。いやー、にしてもマリオ、カメック、クッパジュニアってすごい組み合わせだな今までのシリーズでもあんま見たことないけどな。で、まあもちろんね、オリビアもいるので4人でクッパ城の攻略いきたいと思います。さあ、まずはここを守ってるあいつを倒さないとな。オラボちゃん、あの雲の上に折り紙兵がいるのです。よし、行くぞ。さあ、乗った乗った。みんなで乗るの？きっつきつだな。これは普通にバトルか？え、さあ、魔力、あとは任せましたぞ。コテンパンのギッタギタにやってしまうのです。もちろんマリオくんが。ここまで来て？あ、BGM めっちゃいい。え、でも、ここまで来て俺一人かい？この雷の折り紙兵とっても強そう。頑張ってください。まあ、やるけどさ、なんか増えた。わあ、ちびっこがいっぱい来ましたわ。うふふ、かわいい兄弟かしら。言ってる場合か。雷の兄弟、つまり KK ってことですわね。でもまだ中、じゃちっちゃいみたいですし、ちょっとだけ可愛がってあげちゃいます。そんな余裕あるかな。まさかいきなりボスバトルとはな。なんだこれ。わーい、これ何？あ、バカ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 。ダメですよ。ダメだよ、君たち。パネルを持って帰っちゃった。わんぱく。しかも、よりによって大事なパネルばっかり。ほんとだよ。ちょっと、兄弟さん、それおもちゃじゃないですわよ。どうすんだ？雷ガード。おいおいおい、ちょっと、いろいろとありすぎなんだが。ヒント。オンパネルがあれば魔法陣が使えますわね。ってことは、まずはあいつを倒さないといけないのか。なるほど。バリアで守られてるから、そうだな。あそこに行きたいよね。ってことは、攻撃パネルはここか。で、こうやっちゃうとずれちゃうか。ん？これ厳しいな。いきなりオンは狙えないって感じか。だったらこれで、まず手前のやつを倒そうか。それしかない。これでどうだ？ヒント。パネルを持っている折り紙兵を倒せば取り返せるぞと。まあ、そういうことだよな。プラス1にして、KK 本当に KK って名前になってる。こいつはどうすかな。キラキラハンマー行ってみるか。で、もう一丁キラキラハンマー、ほっ、よいしょ。あ、結構タフだな。ほっ、どうだ。よし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 、テクノアクション。なんだ、いてててて、やめろやめろ。いてててててて。で、雷ガードと。まあ、じわじわ行くしかねえな。今度は向こう側にいるのか。あ、これでいいな。で、攻撃持っていけば、右行く、手前、手前じゃない。内側行くで攻撃できる。よし、行こう。さあ、返してもらうぞ。一回だったら、伝説のハンマーかな。オッケー、エクセレント。あ、倒しきれない。やめて。くっ。やめて。痛い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 。結構食らった。
体力40ぐらいか。ただ次の攻撃で確実にやれるから道を作ってしまえば問題はないはず。あ、こうすれば、あ、いけるいけるいけるで、どうせだったらこうしておこうか。よし、行こう。なんか普通のボスよりむずくないか。あの体力で倍になってるんだったらば、キラキラハンマーでいけるでしょう。よいしょ、エクセント。さあ返してもらうぞ。痛い。さあ恩は取り戻したが、次は神の手か。ヒット魔法陣が使える。あ、普通にいけそうだな。土神様か。だったら向こうに行くでしょう。こうやってこうすればぐるっと回ってオンにして土神いけるね。ここをヒント取っておこうか。試しにこれ行ってみよう。スイッチオン。ヒント、あ、魔法陣を使って一気に倒せと。なるほど、じゃあこれで合ってるっぽいな。マリオのアクション、魔法陣発動。頼むオリビア、やっちゃってくれ土神様。よいシャット、いいね100。あれ、なんか前より強くなってない？で、敵の攻撃どうなる？ははは、届かんわ。ははは、どうしたどうした。いいねいいね、土神で身を守れるな。さあ次はどうすればいい？あ、またなんか奪ったな。土神様と、あれは何神様？火かな？ん？どすこい、こーい。なんか溜めてる。うわ、マルさん、変な掛け声、変なポーズ、何かしてくるのかも。あれは身を守らないとやばいか。魔法陣が使えたら追い込み編も怖くないですわ。取られてんだよなぁ。ちょうど取られてんだよなぁ。これ一応オンにできるでしょ。これで攻撃、あー若干届かねえのか。これギリギリハンマーだったら届くかな。行ってみよう。いけると信じて。ハンマーだったら2マス分だから、あ、ダメか。ボス KK に行っちゃうんだ。だったら試しに伝説のアイアンブーツ行くしかない。おいおい、こんだけか。敵のアクション、ぐわいった。で、あ、また貯めるのか。やばいな、これ早めに取り返さないと。後々きついぞ。ぐるっと待って回復を取ってここに来るから、こうしてしまえばいけるな。で、これが邪魔か。だったらハートにして回数を1回増やせば、ぐるっと待ってハート取って内側ハートプラス1で攻撃 OK。 いつもより多く回っております。回復で、これでほぼほぼ回復できるよね。で、KK。伝説のハンマーと、キラキラハンマーでいこうか。いくぞ！よいしょ！あ、本体にも行くね。OK！ いいぞ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 。で、敵のアクション。痛い！
あ、またそれか。今度は攻撃すればいいから左行く。あ、ダメだな。こうやってこうすればまあいけるわな。なんならヒントをさらにもらうか。ここで行こう。 KK たちは炎に弱い。あ、そうなの。なるほど。じゃあ炎、違う、ヒガミ様を取り戻さないといけないのか。とりあえず魔法陣発動。まあ、この攻撃でヒガミ様の魔法陣持ってるやつも倒せばいいか。このバトル神様を呼びまくって戦うって感じなのかな。さあ2回目のコーラアタック。いいね。めっちゃ減る。で、敵のアクションは食らわないだろう。当たるんかい。届くのかよ。油断したわ。さあでもお前はもう KK がいないぞ。お、またそれかい。で、あれを踏めばいいから、これでまっすぐ行って、オン押して、ヒント必要あるかわかんないけど、取って、これでヒガミ様。で、いいんじゃなかろうか。スイッチオン。ヒント。あ、同じだね。では、お前たちの苦手な火で行ってやろうじゃないか。魔法陣発動。やっちまえオリビア。体力的にこれでいけるんじゃないか。お、よし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 、ナイスナイス。あー、意外に強かった。あ、2000個いいね。おー、クッパジュニア助けて。ちょっともたもたしないで、ありがとう。ふぅ、なんとかなった。やれましたな。ようやく邪魔者がいなくなりましたぞ。オリビアかな。これでクッパさんのお城に入って緑テープが取れますわね。よし、お父さんを助けるぞ。あー、倒せたけどお前ら。戦わないのかい。なんかね、クッパジュニアもついてくるようになったから、てっきりカメックと一緒にいろいろとサポートしてくれるのかなって期待してたんだけど。じゃあ入りましょう。クッパ城の前に体力減ってんな。キノコ、もう一個かな。オッケー、ほとんど回復。いきましょう。キキマリオくん、ちょっとここで待っててもらえますか。どうした。あれ、お本、あ、クッパ軍団の諸君、ついにクッパ城入り口の邪魔者がいなくなった。今こそ無敵のクッパ軍団が立ち上がる時である。これより我々はマリオくんと共にクッパ城へと乗り込む。囚われたクッパ様を救出し、クッパ軍団の威厳をいざ取り戻すのだ。お、みんな手伝ってくれんのか。さあ、これできっとみんなが集まってくれますぞ。マジ？そんなの待ってらんないよ。お父さんが心配だ。今すぐ乗り込むぞ。うー、やれやれ、坊ちゃんの気が短いのは父親譲りですな。では我々で先行してクッパ様の元へ参りましょう。さあ行きますぞ。オッケー。セーブ中。いやー、まさかこんな日が来るとはな。クッパ城、何このまっすぐな道、めっちゃ怖いんだけど。何もないのか。なら遠慮なく。マリオくん、折り紙兵どもがいきなり襲ってくるかもしれません。ここから先は気を引き締めて参りますぞ。オッケー。でもちゃんとついてきたってことは、こっからみんなでバトルできんのか。わあ。めっちゃ盛り上がってる。
宴会か。けしからん。こともあろうか、偉大なるクッパ城を宴会場にするとは何事だ。え、宴会？温泉の後に楽しく宴会だなんて羨ましいですわな。僕はさっきにお父さんのところは行ってるぞ。ちょ待て、一緒に行こうよ。あ、マルさん、緑のテープも2階に行ってるみたいです。おい、折り紙兵ども、おりおりと浮かれよって宴会などすぐにやめんか。でもそんなこと言ったら、あ、ですよねー。く、折り紙どもめ、結構な数ですぞ。わかっただろう。そりゃ見てればわかるだろう。これだけ相手にするのはさすがに部が悪いですな。まずいですぞ、魔力。お前のせいだわ。お、お、みんな、あの、踏んづけてますけど。大乱闘だ。お、お前たちよくぞ来てくれた。それでこそ無敵のクッパ軍団。結構やられてない？なんかちょいちょいなんか投げ飛ばされてたり追っかけられてるやついるけど。さあ、今のうちに坊ちゃんと合流してクッパ様のところへ。いいの？この辺とか一向に決着つかないバトルやってるけど。あ、踏まれた。あ、これこっち味方だわ。まあみんな頑張ってくれてるならいいのかな。ただあそこのね、穴が気になるから、ちょっとそういうのだけ直させてもらうね。ね、お前たちのクッパ城ね、穴が開いてたら嫌でしょ。ね、そういうことよ。お前たちのことを思って埋めて、まあ、ついでにコインをもらってるってだけだからね。ではでは、ここもか。よいしょ。あ、回復置いてあったんかい。キノコ無駄にしたな。よし、まずこれで全回復と。さあ来たぞ。あ、マリオ、カメック、扉が開かないんだ。これじゃお父さんを助けに行けないよ。さあ、どうやら鍵をかけられたようですな。私の部屋に合鍵がありますぞ。あれを使いましょう。カメックの部屋か、そっち。私の部屋へはこの下の右の扉から行きますぞ。さあ早く。オッケー。で、カメックがついてこないと。よいしょ。よし。んで？邪魔だな。よし、ごめんね。横通るよ。あ、左側にもアイテムが。ちょっとごめんね。みんなごめんね。おー、伝説のブーツ。いいね、いいね。あれ、こっち側はいけんのかい？私の部屋行くには右の扉ですと。あ、まだ行けないのか。追っかけ回してんな。んで、よいしょ。お、伝説のハンマー。前回いくつか買っちゃったのにな。無駄だったかな。では右の扉オープン。うわ、なんかひどいありさまだな。が、墜落した時のショックでめちゃくちゃですな。私の部屋はこの先ですと。どこが抜けられるところかは分かりませんがな。マジかよ。アイテム欲しいな。とりあえずこれを直して、よし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 。ん？これって崩れた柱かしら。これな、私でもなんとかできるかも。マジ？できたらよかったですけど、よく考えたらできるわけないです。無理なのかよ。ガッガッガ、心配無用、見ていなさい、マイオリビア君。お、まさかお前の魔法で。おお、素晴らしい。わあ、すごいですわ、カメックさん。さすが伝説のお掃除上手。まだそれ引っ張ってんのかい。クククク、私が本気出せばこんなの朝飯前です。さあ、どんどん行きますよ。オッケー。先には行くな。消えた。どこ行きやがった、あいつ。よいしょ。よいしょ。
てっきりオリビアがなんかすごい力に急に目覚めて頼りになるのかと思ったらそういうわけじゃねえんだな。伝説のアイアンブーツゲットで、紙っぺらで、ここの穴見えないな。よし、あ、ここも開いてんの。よいしょ、よし、あ、コインコイン、あ、いた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 。伝説の魔法使いカメック様にかかればこんなのちょいのちょいです。カーツ、いいぞカメックさん、やる、かっこいい。カー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 、乗ってきましたぞ。ほら急いで急いで。だから勝手に行くなって。あ、あれ、あら、カメックさんノリノリですわね。もう見えなくなっちゃいましたわ。ん、何かいる。ちょっと待ってね。直せるものは直して、コイン取って、よいしょ、いいよ。あ、殴っても何もいない。あれ、俺はいけちゃうの。え、結局一人？嘘。何もできない。行くしかないのか。ここは？ここなんだか暗くて気味が悪いですわ。カメックさんのお部屋で鍵を見つけて早く戻りたいです。それが一番だね。ただ、何か起こるな。開ける。あ、入れんのか。これは、カミックの部屋じゃないのか。直して、あとは特に何もないのか。隠しブロックとかもない。あ、普通に置いてあった。こんなもんかな？では2番目の扉へ。お、宝箱。あ、びっくりした。やめろってそういうの。紙っぺらゲット、そしてオープン。お、ハリボテワンワンのフィギュア。これは関係ないのか。こっちも関係ない。これまたホラーか？そういうのはやめてほしいんですけど、本当に。あ、ここ扉ないんだ。ありそうなもんだが、隠されてるとか、あ、あ、なるほど、叩いてみるもんだな。亀の力で、どこ？あ？あ、これか。掴んで引っ張る。オッケー。お、うーっつってんな。誰だ？ねえねえ、マリオさん、中から変な声が聞こえません？私入るの無理かも。ここで待ってるか、鍵だけお願いします。マジで？あ、本当に一人で行くんだ。あれ、ルイージ、お前なんでこんなところに。そっか、鍵といえばルイージか。うまそうって。さすが、キラッキノコは香りが違うな。お前が回復すんなよ。あれ、兄さんもここに来てたの？ちょうどよかった。ついにピーチ町の鍵を見つけたよと。はい、違いますね。クッパ町の鍵でーす。まさかクッパ城にあるなんて思ってもみなかったよ。そろそろ気づけ。え、それピーチ城の鍵じゃなくてクッパ城の鍵。普通になんかクッパの顔を書いてあったけどな。てん、また違うのか。惜しい、お城の鍵は合ってたのにな。でもだいぶ近づいてきたぞ。今度こそピーチ城の鍵を見つけてくるよ。
ヒーハーヒーハーじゃないわ。なんだよもう。でそれ以上何もないんかい。あ、マリオさんお帰りなさい。今ルジさんがすごい速さでまたどこかに行っちゃいましたわ。ところでクッパ城の鍵ありました？一応あったけど。あ、なに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 、今の何って、消えてしまった。あ、待って、これ普通に怖いやつじゃない？あ、やだな、行きたくないなこれ。とりあえずこれを直し、とりあえず調べられるところは調べよう。これ怪しくない？何もないのか。あれ？何もないの？ここ。もう少し右側は行けるな。ここが最後か。あ、BGM 怖っ。これも何もなしか。入るか。お、宝箱。あ、どうも。普通に出てくんなよ。ハリボテパックンフラワーのフィギュア。で、これは特に何もなしかな。こんなもんか。じゃあ怖いけど戻りますか。お？一瞬振り返ったな。マリオも何かに気づいてはいるんだな。おかしいぞってことに。なんだ？ああ、何これ何これ、怖っ。何これ何これ、怖怖怖怖怖怖。なんか、エンダーマンみたいなやつが。何これ、こいつらなんだよ。一応、できるんだ。あ、待って、なんだこれ。待って、パニック。いろいろありすぎてパニック。俺、下手にいじらない方がいいか？だな、下手にいじらない方がいいな。ここで行こう。で、キリエイノッポ。なんだそりゃ。じゃ、伝説のブーツで、踏めるのかな？あ、行ったが倒しきれずか。じゃあもう一丁伝説のブーツ。おい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、い。オッケー、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 オッケー。まとめてキック。集まった。いった！あ、でもそんな強くないな。敵を並べろ。あ、これって、こうだ。で、こう回せば、オッケー。ただ 1.5 倍で倒せるか。おいおい、あ、いけるいけるいける。 1.5 倍の伝説ブーツだったらいけんのか。はあ、何こいつら、怖っ。これまた襲ってくんのか。はあ、やめて、その、ぬーって出てくんの怖っ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。ちょ、やめなさい、やめなさい、バカ。助けてみんな。あ、いなくなってる。クッパジュニアもいなくない？挟まってる。お前、バカ野郎だな。待ってなさいよ。ああ。一体？じゃない。ああ、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。やめてよ、もうこれ意外に怖いんだけど。
何これ、繋がってる、え、何これ、あ、折りたためるな、はは、あー、そういう感じってことはこうかで、こうだ、あー、面白いギミック、キリエヘイ、じゃあ伝説のブーツで、おいおい、よいしょ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 、やっぱりこれだったら一撃だ、ラストウェーブ、これはどこだ、3回、とりあえずまとめて、まとめて、あれあと1回、違うなこれ、あー、なんかもうめちゃくちゃダメだ、なんだこれは、とりあえずダメージを与えた方がいいからな、伝説のアイアンブーツ、多分倒しきれないけど、あ、いけるんだこいつらは、まとめてパンチ、いったいった、なんかムカつくなあー、壊れちゃいそう、まあやるしかないか、アイアンブーツ、おい、よいしょ、オッケー、お、めっちゃ金もらえる、ふぃー、あー、もうなんなんだよ、急に変な敵ばっか湧いてきやがって、あー、ちょうどセーブがあるか、じゃあ切り替えので一旦今回ここで終わっておきましょうかいやー、もう予想外のことが起きすぎだよー。まあ、とりあえず、マリオとオリビア二人で、この先進んでみたいと思います。よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。では今回ここまでご視聴ありがとうございました。